どうも、樹木医の桜井です。このチャンネルでは、皆さんの身近な樹木について解説していきます。今回は、冬場を彩る椿の仲間、サザンカの紹介をしていきます。まずはサザンカを写した動画がありますので、そちらからご覧ください。はい、これがサザンカです。これを撮ったのは12月の11日です。ちょうどサザンカが満開になる時期なので、画面いっぱいに花が広がっていますね。花を近くで見てみましょう。サザンカはたくさんの品種がありまして、このサザンカは濃いピンク色をしています。中心部分にワシャッと生えているのはおしべです。はい、次は別のサザンカの品種を見てみます。全体の雰囲気からわかる通り、花の色が先ほどと違いますね。もうちょっと花を詳しく見ていきます。この品種は花の縁付近がピンク色で、中心部分が白くなっています。このようにグラデーションになっている様子をぼかしと言いまして、この花は縁部分に薄紅色のぼかしが入っていると表現します。ちなみにサザンカの葉っぱは結構分厚い質感で、表面がテカテカしています。色は深めの緑色です。葉っぱの裏はこんな感じ。表面より淡い色になっています。次にサザンカの樹形、木の形について紹介します。よく公園などで見かけるのはこのような一本だけで植わっている姿。成長するとだいたい6メーター前後まで育ちます。そして次に見かけるのが、この生垣状に刈り込まれている姿です。特に冬場はサザンカの花が目立つので、生垣になっているととても見やすい位置に花が来ます。その他のサザンカの特徴を説明します。サザンカは冬でも葉っぱをつけている常緑樹の仲間です。この写真のような分厚めのテカった葉っぱをつけます。花は寒くなりかけてきた10月から12月ぐらいまで咲きます。で、サザンカにとてもよく似ている椿は、11月から4月まで花を咲かせますので、11月と12月はどちらの花も観察できます。もちろん品種によって花の時期が早くなったり遅くなったりするので、サザンカは晩秋から冬、椿は冬から春というざっくりとしたイメージを持ってもらえるといいです。次にサザンカの花を紹介します。サザンカの花、めっちゃ綺麗ですよね。濃い色の葉っぱとのコントラストが高いので、遠くからでも目立ちます。で、サザンカには、ここに載せた写真の他にもたくさんの品種がありまして、日本で300種類以上あると言われています。品種の違いは細かい話になってしまうので、ここでは触れませんが、大枠だけお話しすると、花びらの数と形、花の色の違い、まあサザンカはだいたい白から濃い紅色の範囲の色をしています。あと冒頭の動画で説明したぼかしの有無、そして中心の黄色い部分、これおしべなんですけど、このおしべの形で判断します。ものによってはおしべがないものもあります。これらの特徴を見て品種を判断していきます。椿を生産しているプロの方は、花ではなくて葉っぱを見ただけでどんな花になるかわかると言っていました。もちろん僕は全然わかりません。最後にサザンカの見分け方をお伝えします。まずは秋口から冬にかけて花が咲いている木を見つけてください。サザンカは公園に植えてあることが多いので、散歩した時にでも探してみてください。先ほど説明したような花が咲いていて、葉っぱが分厚ければサザンカか椿の可能性が高いです。で、なぜ急に椿が出てきたかというと、サザンカと椿って分類学上同じ椿属に属してまして、まあ、要するに近い仲間なんですね。なので、花の見た目だけでこの2種を分けるのは慣れないうちは難しいです。特に11月12月は花の咲く時期が被っているため、時期だけで判断するのは難しくなってきます。
実際サザンカと椿の花がどれだけ似ているか、次の写真をご覧ください。はい、どうでしょうか。どちらの写真がサザンカで、どちらが椿か分かりますかね。これはあえて同じような花の色を持ってきているのですが、左側の9種類がサザンカで、右側が椿です。めっちゃ似てますよね。でも大丈夫。これから見分ける方法を解説していきます。まず、この2つの写真を見てみてください。どちらかがサザンカで、どちらかが椿です。わからないと思った方は、木の根元を見てみましょう。はい、根元はこんな感じ。いかがでしょうか。両者の違い、わかりますかね。実は、左側の写真がサザンカで、右側が椿です。サザンカは花が終わると、花びら一枚一枚が散っていきます。それに対して椿は、花ごと落ちるんですね。よって、足元を見て、花びらが散っているようであればサザンカ、花ごと落ちているようであれば椿、と見分けることができます。最後に見分ける方法をまとめます。まず、秋口に咲いている花を見つけて、葉っぱが分厚いことを確認してみてください。そして、足元を確認して、花びらが散っているようであればサザンカ、花ごと落ちているようなら椿です。実はこれ以外にも、葉っぱの大きさや葉っぱの縁のギザギザの形、花の開き方などチェックするところはたくさんあるんですけれども、花の終わり方が一番わかりやすいので、ここから覚えると良いと思います。はい、ということで今回は冬場を彩る椿の仲間、サザンカを取り上げてみました。最後まで見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは植物について紹介していきますので、もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。